ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は懐かしの名列車特急北海について触れてまいります。特急北海は北海道の玄関口函館と旭川を結ぶ特急として1967年誕生しました。特急北斗が室蘭本線を通っていたのに対して特急北海は函館本線、通称山線を通っていました。着実にスピードアップし、利用客や本数が増えていた北斗に対して北海は山線経由というハンデもあり、頭打ち状態が続きます。1981年、函館旭川間から函館札幌間へと短縮されます。新車特急キハ183が投入されたものの、長期低落傾向に歯止めが効かず1986年廃止となりました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は懐かしの名列車特急北海について触れてまいりました。